来月1日から開業する名古屋駅の新バスターミナルが、今日メディア向けに公開されました。来月開業する名古屋駅の新バスターミナルは、JP タワーと JR ゲートタワーの間に設けられ、名駅発のすべての名古屋市営バスはここから出発することになります。新ターミナルは乗客の安全に配慮し、バス停と車道の間には自動扉が設置され、 バスの運転手がリモコンで操作し開閉しますこの他にもこちらはバスターミナルに新しく設置された案内板です英語だけでなく中国語であったりハングルでの表記もあり海外の観光客を意識した作りとなっていますさらに電子案内板の地図の観光地にタッチするとそこまでの行き方が表示されます 外国人観光客の方というものが増えておりますので、便利にですねご利用いただけるようにですね整備をしております。名古屋駅の新ターミナルの開業は来月1日です。